はいどうも、アイリスラーメンの山口と三大魔獣大うさぎのおもちちゃんでございます。はい、ということで皆さん、リゼロ第2期の3話、全体で言うと、26、27、28話ですね。28話見ましたでしょうか。それのね、ちょっとした感想動画でございます。ガーフィールとエキドナが多くね、登場してたんですけど、ガーフィールの声優さん、岡本さん、すごいよね。あの声の出し方。ガーフィールって、ちっちゃいツが途中入るんだよね。なんか牙が引っかかってるみたいな表現っていう風に聞いたことあるんですけど、それをもう完璧にね、言えてましたね。すごいなと思った、マジで。いや、声のね、感じもね、想像通り、いや、想像以上でめちゃくちゃいいんだけど、この喋り方もね、完全にやってるからすごいなと思う。声優さんってマジですごいなって思いました。はい。で、あとはね、エキドナがめっちゃ可愛かったわ。動きとか表情とか、超可愛かった。エキドナやばいな。これほんとやばいよ。エキドナのグッズめっちゃ増えると思う。すげえ可愛いなって思ったの。眠いのか？眠いのかい？いやー、今回はこの2人の感想しか出てこないな。内容はほとんど知っちゃってるんでネタバレになっちゃうからあまり言わないんだけど、まあガーフィールの声が完璧でしたね。喋り方と声が。そしてエキドナがめちゃくちゃ可愛かったっていう感想ですね。で、あとはね、エンディング、やっと流れました。ただ、エンディング映像が流れてなかったのがちょっと残念だけど、まあ、あの映像に合わせてエンディングなんで、めちゃくちゃ合ってたんで、すごい良かったですね。ノノックさんすごいよね。映画と、今回の2期のエンディングと、そして、リゼロスアプリですね、のオープニング歌ってるんで、3曲歌ってるんで、めっちゃすっごいなと思って。いやー。エンディング早く映像で見てみたいなって思うんだけどね。めちゃくちゃ良かったです。はい。という感じですね。皆さんもぜひね、28話の感想、ぜひお書きください。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。